アイコスねやっぱすごいっすね客単価を上げるためにいろいろ考えたんですよね逆に言うとタバコの歴史が500年ほどありますけどもそれまでにただタバコのつあれを上げるしか値段を上げるしかなかったってことなんですよねでアイコスみたいなそのデバイスですよね言ってみれば、うん、デバイスを売りつけることを考えてでしかもそのデバイスだけじゃないですもんね消耗品もちゃんと売りますからね これをね私はねペットビジネスと呼んでるんですよねこういった形をペットビジネスっていうのはどういうものかっていうとペットってペットショップに行って例えば人気のワンちゃんとかをね50万とかで買うじゃないですかあれたまーにね値下げして15万とかになってるんですよありえない値下げですよね実はあれはあの猫とか犬とかを販売した時の一時売り上げっていうのはおまけらしいんですよその後継続的にワンちゃんが餌を食べるトリミングにしに来る それからら病気になったら治療するそういった感じでサブスクリプションをしてるらしいんですよ。<laughs> うん、だから犬さえお客様のところに渡ってしまえばそこからねバンバン収益上がってくるんですよね。その代わり売れなければ経費としてどんどん水に置きらないといけないということがあるんである一定の時間が経ったらワンちゃんとか猫ちゃんっていうのは売り場に出ることはないらしいんですよ。ね、そのあとが問題になってるんですよ。残酷な実態ですそのあとは。 非常に残酷ですだからペットショップに並ぶワンちゃん猫ちゃんの年齢っていうのは一定なんですよね。ペットショップってひどいとこですよねそう考えたらね。いらっしゃい。